手の、あの、腕自体は、皆さんやっぱり、凝りがあるのなかなか気がつかないんですけども、あの、手は幸せホルモンっていうのがやっぱり触ると出てくるので、はい、失礼します。じゃあハーブティーになります。ありがとうございます。しこんにちは、トラさんですね。今日 ご予約ありがとうございます。今日あのお辛いところどこかございますか？首だったり肩だったりとか、うん、ちょっと目が疲れてたりとかってありますか？うん、まあります。ちょっと頭となんか首、はい、首の肩もですよね。はい、あ、なるほど、わかりました。あの今日ハンドリフレの方も、うん、あの施術させていただくので、ハンドリフレあの腕もちろんほぐすんですけど、腕をほぐすことであの首だったり肩周りの方もほぐれますので、うんうん、今日あのハンドリフレの方とあとヘッドマッサージの方ももちろんあの頭中心にマッサージしていくんですけども、うん、あの首だったり肩周りの方も、うん、あのほぐしますので、今日あのハンドリフレとヘッドマッサージを受けていただくことで、あの首肩周りから頭部の方も、うん、あの楽になると思うので、今日ゆっくりとあの施術受けていっていただければと思います。ありがとうございます。はい、失礼します。
手 の, あの腕自体は皆さんやっぱり凝りがあるのなかなか気がつかないんですけども、あの手は幸せホルモンっていうのがやっぱり 触ると出てくるので、手をリフレクソロジーしてあげるとあのリラックス効果があるので幸せホルモン出やすくなって、うん、かなりリラックスできると思いますね。あと親指のこの先にこう大脳の反射区になるので、ここをちょっとほぐしてあげると眠くなったりとか、そういうのに役に立ちますね。はい、ここですね。ここをほぐしてあげると、失礼しますね。じゃあ左手入っていきます。これテニス肘ってこう結構腕を使う人が硬くなるところですね。
ソコンを使う方はね、ここの親指の付け根のところが硬くなりがちなのでね、ここをね、じっくりとほぐしてあげるとね、楽になりますね。と親指自体はね、この指先自体が大脳の反射区になるので、ちょっと頭が疲れている方はここをほぐしてあげて、あとここ首も反射区になりますね。あと目の疲れはここですね、人差し指と中指が目の疲れた方はここをゆっくりとほぐしてあげて、ここ耳ですね、耳の反射区になります。とここ内臓ですね、内臓がちょっと弱ってる方はここをゆっくりとじっくりとほぐしてあげます。肘の前のところもね、結構張り感が出てくるんで、ここもね、ちょっとね、丁寧にね、ほぐしてあげるといいですね。はい、じゃあ拭き取りいたします。あったかいのでちょっとね。
ときは冷たい水とお湯とどっちの方がいいですか？お湯だとやっぱりどうしてもあの油分取ってしまうんでね、できたらちょっと冷たい方がいいんですけど、やっぱりさ冬は寒いんでちょっとねぬるま湯ぐらいにした方がいいかもしれない。あんまり熱いとね、うん、手の油がどうしても取れちゃうので油分がなくなっちゃいますね。うん、顔、お顔もそうですよね。本当ならねお湯じゃない方がいいと思うんですけど、どうしても寒いのでね冬場はお顔もね。はい、ハンドリフレーションになります。ありがとうございました。それではヘッドマッサージ30分始めていきます。ちょっと胸元の方から失礼いたしますね。胸開きますね。髪の毛整えていきます。試しますね。力加減は大丈夫ですか？大丈夫。失礼します。血圧とかは高くないですか？うん、大丈夫ですか？この施術この首のところ、血圧高い人をやるとちょっと危険なので、うん、あの高い人の場合はここはやりません。それなんでやりませんか？血圧、一気に血流が流れてしまうから、あのめまいが結構する方が多くなりますね、うん、ここ血流がよく首の後ろのところの血流が、首凝ってますね。あと肩も、うん、肩のこりもありますね。これこの後ゆっくりほぐしていきますのでね、
った後はね楽になると思いますのでね。側頭部からそうしていきます。若干側頭部むくみがありますね、うん、むくみがあるとちょっとだるかったりちょっとやる気が起こらなかったりとか、うん、そういう方が多いですね。頭頂部はどうでしょうね。頭頂部は横に比べるとむくみはないんですけど、やっぱり硬さがあるよりもむくみの方があるので、やっぱりだるさ、こう頭がこう重だるかったりとか、こうぼーっとしたりとかっていうのが疲れると結構出やすいのかなっていうのありますね。一般的には結構硬くなる人の方が割と多いんですけども、うん、女性の方がむくみがある人は多いですね。どうぞ。それに似てた体質もあると思いますし、雨も降ったりとかするとどうしても湿気をこう体が取り込んでしまうと、取り込みやすい人だとどうしても足と同じで頭も頭部もむくみが出やすいですよね。足も同じようにこう足のむくみも感じる人とかだと、まあ、頭も結構こうだるくなる方、むくむ方も結構多いですね、うん、今ゆっくりと頭部のところを自律神経のツボがいっぱいあったりするので、ここをゆっくりとほぐしてあげるとね、うん、だんだん楽になっていきますね。あとあれですね、会社員の方とか、会社員の方でもこう計算、経理関係の方、数字をこう追ってるか仕事の方は頭頂部やっぱり硬くなりますね。ストレスがあるので、そうですね、前頭葉を使うので頭の頭頂部のところにこう血行が悪くなって、それでよく硬くなりがちですよね、うん、この後頭骨は目のツボとかもあるので、こう眼精疲労、パソコンだったりスマホを多く見る人は目が疲れるんですけども、ここをねが硬くなってるので、ここをほぐしてあげると、うん、っていうようなポイントがありますか。頭のポイントありますね。目のポイントだったりとか、この目のポイントだったりとか、うん、あとこう回しますね。あとまあここ自律神経のポイントだったりとか、うん、はい、倒しますね。
同じようにここも目のポイントがあるので、ここね、目が疲れてる方、首も硬いですね、うん、この胸鎖乳突筋ってこの耳の下から出てる筋肉があるんですけど、ここがやっぱり硬くなっているので、結構パソコンだったりこうスマホで結構多く使う人はこの横が、うん、ここのラインが硬くなってしまいますね、うん、そうすると頭もこう頭痛が起きたりとか、うん、ちょっと眠れなかったりとか、そういう症状が出る人が結構いらっしゃいますよね。何をすればいいですか？ここはやっぱり首に負担かけないようにしなくちゃいけないので、やっぱりパソコンするならこうモニターを目の高さにしてあげて、首がこう前に倒れないように、うん、モニターの高さと頭の高さを大体同じぐらいにしてあげないと、どうしても首が下に向いてしまうと、うん、横にこの首の横に負担がどうしてもかかってしまうので、あとはストレッチとか、あと温めてあげることが大事ですよね、首ね、うん、ここがすごく硬くなってますよね、感じますよね、うん、自分自覚も自覚ありますか、硬いなって、これだけ硬いと、うん、あとここ、こめかみもこう疲れたら、ここ横のところ、うん、ここは自分でねほぐせるのでね、ここはちょっとねこめかみは疲れたらね、ほぐしてあげるといいですね、うん、頭を小さくなる手術もありますよね、はい、ありますね、ちっちゃくなる手術、うん、頭のサイズがちょっと、あ、ちょっとちっちゃくなるっていう方、お客様でいらっしゃいますね、やっぱりむくみが取れたりとかするんだと思います。むくんでるのがあのヘッドマッサージをすることでむくみがなく、あの余分な水分が取れてちょっとちっちゃく感じる、うん、ヘッドマッサージでね頭自体がちっちゃくなることはちょっとねないんですけど、そういうあの余分な水分とかそういうのでっていうのはあると思いますね。顎の硬さもある、食いしばりとかももしかしたらありますか、食いしばった寝てる間にこうぐーっと食いしばることはないですか、うん、ないですか、少しここのところ顎のと
ところが付け根が硬くなってるので、うん、あのもしかしたらあるかもしれないんですけど、歯医者さんで特に何も言われてなければ問題ないですよね。ちょっと痛みがあると思います。ああ、じゃあちょっとね、あと、うん、こう耳もね、あとこうほぐしてあげると、ご自分でこう硬い方はね、ちょっとこう引っ張ってあげたりとかしてあげるとね、リラックス効果もありますね。以上となります。お疲れ様でした。Today we came to Neruma Station. It is not that far away from the central Tokyo. And I had a hand reflexology and head massage. I really wanted to have hand reflexology because on our hands there are different points.which are connected to our body. And today, after a massage, I couldn't control, like I was falling asleep, even though I had to stay awake so that I don't snore, but I couldn't control. I relaxed so much, and it was really great. So if you're living in Tokyo or nearby area, I would recommend coming here.It's a nice area to explore as well. Thank you for watching. I hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe, like, and comment. I'll see you in next videos. Bye!